つの少女とその気空弾だと。なぜこのアマルティアに。アマルティアに帝国軍が集まってるとは聞いてたが、囲み込んで奴らの退路を立て、島から出られなくすれば袋のネズミだ。これだけの数全部相手にしてたらキリがない。あの私たちはカタリナに会いたくて、どこにいるか知りませんか。カタリナ中尉、貴様何が目的だ。目的なんて、そんな。まあ何を言っても聞いてもらえるわけないわよ。とりあえずここにカタリナがいるのは間違いなさそうだな。今はとにかく進もう。カタリナさんに会って話をしないと。カタリナ中尉、ご報告が。機密の少女とその気空弾がアマルティアに姿を現しました。何？まさか私たちを追ってきたのか。
わかりません。ただ機密の少女は注意に会いに来たと口走っていたとか。わかった、私が出よう。準備をしてくれ。左右から展開しろ。数で押せば我々にも勝機はある。ここで固まってりゃ一網打尽にされちまうな。ウラン、ルリアを連れてここから抜け出せるか。それぐらいなら。でもこっちは任せて。方が相手しやすいし、こんな連中に負けたりなんてしないんだから。そういうこった。お前らだけでもカタリナに会いに行ってこい。はい、わかりました。でも危なくなったら引いてください。わかってるって。行くぞ。これから離れんなよガキンチョ。僕たちも行こう。カタリナさんに何が起きているのか確かめるんだ。必要だな。ルリア、大丈夫？少し休もうか。いえ、早くカタリナに。
報告を聞いたときはまさかと思ったんだがな。本当に私たちを追ってくるとは、一体何が目的だ。カタリナ、お願い、話を聞いて。君からの話ならば缶の中で聞かせてもらおうか。くそ、結局ルリアを渡せってのかよ。最初からそう言っているはずだ。そしてそちらが引き下がるつもりがないことも重々承知している。剣に訴えるのは不本意だが、力ずくでもルリアを返してもらうぞ。カタリナさん、一体どうしてなんだ。必要だな。どうして、どうしてこんなことに。何かの間違いだと言ってください、カタリナさん。さあルリアを渡してもらおう。カタリナ、どうして今になって帝国に味方するだなんて。そうだぜ、オイラたちは空の果てを目指して旅をするんじゃなかったのか
応じないのならば剣を構えろ、グラン。カタリナさん、教えてください。一体何があったんですか？語るようなことは何もない。ましてやルリアを渡す気がないというのならなおさらだ。だって私たちは一緒に旅をしてたのに、どうして？そうだぜ、ルリアを守るために帝国から逃げてきて、オイラたちと出会って一緒に旅に出て、それなのにいきなり帝国に戻るなんて納得できるわけねえ。くどい。言ったはずだ、語ることはないと。互いに譲る気がないのならあとはもはや剣を交えるのみ。聖少女アレスよ、今一度誓いの剣をここに。カタリナさん、本気なのか？グラン、貴様を相手にもはや手加減は不要だろう。ルリアを渡さないというのなら我が剣にて解き伏せる。さあ覚悟してもらうぞ。
カリナ注意、ここは引いてください。待ってください。アレスの力が出し切れている。さすがは機密の少女といったところ。そうだ、アレスはあの時アルビオンで助けを求めてた。ルリア、アレスから話を聞けないかな。やってみます。ルリア、何をしている。星でもない、空でもない、異様な力、それがこの世界を飲み込もうとしている。おいおい、そりゃどういうことだ。異様な力が空を。そういえばよろずやさんも言ってた、空域中の島で異常事態が起きてるって。やっぱり何かつながってるんだ、その異常事態もカタリナさんのこともきっと。教えてください、どうしてそんなことに。誰かがいるんですか、この状況を望んだ誰かが。アレス、なんだこれは、どこから現れた。何が起きている。どうしたというんだ、私の声も届いていないのか。なんだかヤバそうな感じだぜ。グラン、行けるか。やるしかない。カタリナさん、ここは協力してくれますね。わかった、ここは一時休戦としよう。おかしいです、星晶獣が急に暴走するなんて。この現象、カタリナさんとも無関係じゃなさそうだ。とにかく今はアレスを何とかしよう。
アレス、カタリナ、ルーリー、ここはアマルティアか。
私は確かアルビオンにいたはずだが。おい、これってよかった、カタリナ元に戻ったんだ。元に？一体どういうことだ。実は随分迷惑をかけたようだな。とにかくカタリナが元に戻ってよかった。急に記憶が戻ったけどよ、体は大丈夫そうか、姉さん。ああ、どうやら心配はなさそうだよ、今のところは。アレスも元通りのようだ。一体何が起きていたというのか。多分さっきの黒い結晶のような魔物が何か関係しているんだと思います。アレスから話を聞こうとした時、僕たちを邪魔しようとしてるみたいだったから。結局何を伝えようとしてたんだ。何者かが異質な力でこの世界を飲み込もうとしている、そう言っていました。でもそれが誰なのかはアレスにもわからないみたいです。さっきの黒い魔物がそいつと関係してるんだとしたら、とんでもねえやつだよな。そうだな、人の記憶を改ざんし聖少女すらも任意で暴走させられるのだとしたら。よろずやさんによると、ファータグランデ空域中でおかしなことが起きてるらしくて。皆さん、ご無事ですか。噂をすればだな。ああ、グランたちのおかげでな。なるほど。となると指揮官の不在も原因の一つでしょうか。何かあったんですか。実はですね、アマルティアへ侵攻していた帝国軍が撤退を始めまして、それで今度はバルツ公国に向かったみたいなんですよね。バルツに。ザカ大公が心配だ。僕たちもすぐに向かおう。ただですね、実は他にも困ったことになってる島が。何？帝国の侵略以外にも何か異変が起きているのか。ユステの方で何とも説明のしづらい異変によって混乱が起きているそうでして。説明のしづらい異変だと。はい、未確認情報ではあるのですが、普通ではない何かが起きているようでして。バルツとアウギュステの両方が大変なことになってんのか。バルツはイオの故郷だし、アウギュステにはオイゲンさんが滞在している。とりあえずラカムとイオと合流してグランサイファーに戻ろう。それからどっちに行くか考える。
そうと決まれば善は急げだな。ここからは私も同行しよう。行くぞ。何が起きてんのかまだわかんねえけど、帝国も異常ってのもほっとくわけにはいかねえぜ。動いたか。こりゃ傑作だ。腐れて歪んだ因果の修正、得意点なればこそのカウンターってわけだな。いいね、これは結構面白くなりそうだ。最近ついてなかったけどやる気出てきたな。俺も動くかなあ、バブさん。生きててよかった。二つの得意点の衝突、あの方も想像できなかった最高のオーガズムが期待できそうだ。